横浜市立港未来本町小学校は、神奈川県横浜市西区高島にある公立、小学校。横浜港未来21地区の人口増加のため、横浜市立本町小学校より分離した上で、2018年4月から2028年3月末までの10年間、暫定的に設置される。横浜市立本町小学校は普通教室を29室、有していたが、 学区内の横浜みなとみらい21地区及び北中通り地区での超高層マンション建設により、児童数の急増が見込まれ、将来的に教室が不足する見通しとなった。みなとみらい線新高島駅近くの私有地約9000平方メートルに2018年4月から10年間限定で小学校が設置されることが、2014年8月に明らかになった。 新設校の名称については、横浜市立港未来小学校、横浜市立港未来本町小学校の2案から、2015年8月31日に、本町小学校の児童による投票が行われ、横浜市立港未来本町小学校に決定した。2018年4月1日、港未来本町小学校の開校式典が行われた。 西区の新設小学校としては62年ぶりとなる。2018年4月5日、時点、1年生から6年生及び個別支援学級、各2学級の合計14学級、児童数は297名である。交渉は、本町小学校のものをベースにエメラルドグリーンの波があしらわれた。2028年4月以降の港未来、本町小学校の存続については、 横浜市教育委員会では、業務集積地として開発されている土地であり、現実的に不可能としている。なお、本町小学校は、新設校が並行した後も学校名を変えず、存続する。設計にあたっては、プロポーザルの結果、株式会社みかんグミの案が採用された。鉄骨構造4階建てで、南側に普通教室、中庭を挟んだ北側に、 家庭科室などの特別教室、中間に図書室や多目的が配置され、体育館とプールは騒音の軽減を考慮して、西側の国道沿いに設けられた。木質系インテリアが取り入れられ、教室と廊下は可動式パーティションで仕切られている。10年後に解体されることを考慮し、リサイクル可能な建築材料が主に使われる。港未来21地区の57街区の一部、 2012年まではキャノンキャッツシアターとして暫定利用されていた土地に位置し、西側は国道1号とその上部に首都高速横羽線の高架橋、南側は鈴掛通りに面する。北側の58街区は鹿島建設などによる横浜ゲートタワー。北東の56街区は京急グループ本社及び資生堂、グローバルイノベーションセンター。 東側の55マイクは2016年に完成した、港未来学園横浜市会療専門学校と LG 横浜イノベーションセンターに隣接する。公立中学校に進学する場合は、卒業後の進学先は横浜市立横浜吉田中学校となる。ありがとうございます。